平成6年大晦日、夕暮れ時の中央自動車道川口湖インターチェンジでは厳重な警戒態勢が敷かれていた。まもなく初日の出暴走の大集団が押し寄せる。その頃、中央自動車道の入り口、八王子料金所には早くも彼らが姿を見せた。川口湖方面へ向かおうとする暴走族の第一波である。耳をつんざく轟音を響かせながら次々と料金所を突破する。警視庁の厳重な警戒も意に介さぬ大胆不敵な行動である。だがこの暴走もその後の狂乱のほんの前触れに過ぎなかったのである。八王子料金所から20キロほどの地点にある談合坂サービスエリア付近、彼らは退去して川口湖方面へと突っ走る。そしてついに第一陣が川口湖インターチェンジに姿を現した。まるで警察の取り締まりを嘲笑うかのごとき改造車。敵に彼らは隊員の目前で料金所を突破する。なんだ、忘れたっつのはないの、もともと持ってないのか。持ってこなかったの。ライダーはその場で検挙。さらに乗用車が検問を突破しようとする。早く窓開けろ。後ろ下がれ、後ろ下がれ、後ろ下がれ。この日山梨県警では460名の警察官を投入。初日の出暴走族の一斉検挙を決行したのである。彼らの集結を絶対阻止する構えであった。暴走者からは木刀も押収された。背中に天下もできるか書いてあって、これ木刀持ってれば大体考えることも分かっちゃうんだから、姿勢的な。この日山梨県内に集まった暴走車は合計959台、うち悪質な違反車11台を押収、241件を検挙した。中で最も多かったのが整備不良、いわゆる違法改造車である。それでも八王子料金所には次々と暴走族が姿を見せていた。だが警視庁も手をこまねいているわけではなかった。警視庁では周辺全域に警察官940名を投入、かつてない規模での取り締まりを断行したのである。八王子料金所だけでも300名を動員、警備車を配備するという厳重な警戒態勢を敷いたのである。まさに水も漏らさぬ警戒であった。そこへ暴走族が突っ込んだ。しかし彼らは袋のネズミだった。全部のナンバープレートを外した違反者が多い。取り押さえるとその場でナンバーを付けさせる。次々と検挙されるドライバー。悪質な改造車も検挙された。料金所で U ターン、追い返された車も少なくない。中には警察官を蹴散らして抵抗する車もいる。必死に逃走しようとする無謀な車もある。悪質なドライバーはその場で逮捕する。
おい、頑張ったな。おい、おい、待ち回りが。おい、見るんだよ。警察官の囲みを突き破って逃げようとした暴走族もいた。しかし前の車が邪魔になって脱出不能。そして逮捕しようとした時であった。19歳の少年、公務執行妨害の現行犯であった。警察官に体当たりする乱暴さ。そしてさらに警察隊と暴走族との睨み合いが続く。両者の間がギリギリと狭まっていく。強引に突破しようとするのか、それとも断念するのか。やがて彼らは警察官の指示に従って一台また一台と引き返していったのである。こうして元旦の初日の出暴走は抑え込まれた。この日逮捕されたのは6名。道路交通法違反で338名が検挙された。彼ら暴走族のために12キロもの大渋滞が生じたのである。こうした暴走行為は転落への坂道ともなっている。